ですか、初めてのオリンピック終わって。今この舞台に自分が立てたっていうことはすごくいい経験をさせていただいたんですけど、今まで支えてくださった皆さんに感謝の気持ちを伝えるためにこの場所に来たので、そこでいい結果を出せなかったことはすごく残念です。いつものやはり大会とオリンピックは違うところがあります。自分では、やることは一緒なので、どの試合も変わらず挑んでいたつもりだったんですけど、やはりどこか違うところがあるなと感じました。これからもでもみんながサラさんのことを応援すると思います。またこのオリンピックに戻ってこれるようにもっともっとレベルアップしていきたいと思います。頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございます。サラ選手に行っていただきました。銅メダルを獲得しました。今どんな思いですか？そうですね、目標にしていた金メダルには届かなかったんですけども、最後の最後に渾身のここにして一番いいジャンプが飛びましたし、何より日本のチームのみんなが下で待っててくれたのがすごく嬉しくて、そうですね、結果的には金メダルを取るっていうことはできなかったんですけど、すごく自分の中でも記憶に残る、そして競技人生につながる糧になる、すごく貴重な経験をさせていただいたと思います。2回目のジャンプ終わった後、素晴らしい笑顔が出ました。やはりいいジャンプだったでしょうか？そうですね、正直最後にジャンプが出たのでほっとして気が緩んでしまいました。他のチームメイトの選手からはどんな声をかけてもらったんですか？お疲れ様、すごいねって、そうですね、抱き寄せてもらえた時にすごくほっとして涙が止まらなくて、日本チームとしてこの場に来れてよかったなって思いました。世界中の選手が高梨選手を目標にしていく中でプレッシャーも大きかったと思います。その中でこの4年間改めて振り返ってどうでしょうか？そうですね、ソチオリンピックからのこの4年間ずっと悔しい思いをバネにここまで来たつもりではいるんですけど、やはりまだ自分は金メダルを取る器ではないということが分かりましたし、やはりそうですね、まだまだ競技者としてもっと勉強していかなきゃいけない部分もたくさんあるので、周りの先輩たちからいろんなことを学んで自分も成長していきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。高梨選手を子どもの頃から取材し、応援していた北海道の後輩アナウンサーに話を聞きました。北海道の皆さんは、サラちゃんよく2回目を飛んだし、結果がどうであれ、オラが町のサラちゃんだという思いで応援をしていたそうです。高梨選手の SNS には謝罪の言葉が並んでいます。でも、スーツの規定違反は高梨選手の罪なんかではありません。また自分のことより仲間の人生について思い詰める責任感があるからこそ2回目を飛んだし、その責任感がなければ日本代表になるほど
自分を追い込めないはずです。高梨さんには今、どんな言葉も届かないと思いますが、これまでのあなたの活躍でどれだけ嬉しい気持ちになったか分かりません。北海道の皆さんのみならず、全国の人があなたを責めたりしていません。もう謝るのはおしまいにしてください。